第4回目は、まだ、東京大学蒸気機関センターの片桐先生にハイブリッドヘルス化技法の、お話を、MPI とオープン MP の応用ということでやっていただきます。ではよろしくお願いします。はい、じゃあ第4回の、講義を始めたいと思いますが、本日は、ハイブリッドヘルス化技法ということで、特に MPI とオープン MP の、ハイブリッドの、プログラミングの、処方初期について、話そうと。あまりこういう講義が実はあまりないと思うんですけど、特定のアプリケーションについてハイブリッド MPI とオープン MP を使って講義というのはあるんですけど、一般的な方法としてはこれはあまりおそらく教えられてないところがあると思いますので、そういうところにおいて、特にそういう実例とかを挙げてますので参考いただければと思います。で、じゃあ最初になんですが、これ、そもそもなんでハイブリッド MPI とかでやるのかということを、ご理解いただくために、実際のハードウェアの構成と実はプログラミングスタイルっていうのは密接に関係していまして、実際の並列計算機の構成例をもとに、確認していこうと思います。で、最初はですね、これも今、東大にはないんですけども、D2K オープンスパコンってものがありまして、これは東京と筑波と、京都で、共通仕様で入れたものなんですが、CPU 自体はここに書いてあります AMD クワッドコアオプテロンというものでして、このアーキテクチャというのが、ハイブリッド実行するに、考えるべきハードウェアの一つで、今の、スーパーコンピューターでも一部 CPU はこのような形、この AMD のものと、同様のものが入っていますので、そういう計算機では特に考慮が必要という例で、紹介いたします。で、これは全体性能的にはそんなに大きくないんですが、CPU 的にはここに書いてあります通り、CC ヌーマっていう形の、CPU になっていまして、ソケットっていうのがいわゆる CPU ですね。この中にいっぱいコアっていう計算する要素が入っているんですが、個別にこうメモリにつながっているようなアーキテクチャの、計算機です。で、それでですね、見て分かりますように、これはですね、近くにあるメモリーと遠くにあるメモリーですね、例えばソケットのこの0番ってやつは、ここにあるメモリーと、ソケットの3についているメモリーっていうのは、物理的には欠線しているんですけども、近い方のメモリーのアクセスが早いという構成になっている共有メモリ型の計算機構成でして、これが結構ハイブリッド実行するときにハードウェア的に考慮しないといけない、構成の一つになると。つまりスレッド実行するときにはメモリ、近いメモリに、なるべくデータを置くような形で起動すると、メモリアクセス時間が早くなって全体の時間が早くなるということがあります。そういう観点で、こういう計算機というのも、考慮して、ハイブリッド実行のプログラミングをしていく必要があるという一例になっています。で、当然ながらこういう、T2K みたいなものも、ノード内は先ほど言ったようにメモリーの速さの違いってあるんですけど、さらにメモリーが、結合されていますから、複雑な、複雑というのは階層的な、構成になっている計算機になっているということになります。で、先ほど言いましたように、ここに書いてありますように、CC ヌーマっていう、スタイルの、計算機だと、このコアと、近いメモリーを置くというところで、ハイブリッド実行の実行のさせ方が影響するということになります。はい、で、続いて8ページに行きますと、これも、すでに3年ぐらい経っているんですが、2012年に入った、東大に入ったものを中心に紹介していますけれども、FX10 スーパーコンピュータシステムという計算機がありまして、これはスパーク64、9FX というものです。で、これはですね、先ほどの、AMD のクワッドコアオプテロンよりも、簡単というか複雑にはなっていないハードウェアで、作られてはいるんですが、これ1ノードの中に16個の、コア計算要素が入っているというものです。ですので、先ほどの違いは、メモリの近い遠いがないんですけども、1ノード内にある16個の CPU を、うまく強調して、ハイブリッド実行、ハイブリッド MPI 実行するという構成になっているというのも一つ考慮しないといけないと。で、具体的にはどうするかというのは後から、示します。
であとはまあ通信については、これはあの前回等でも話しましたように、1等符という構成になっていて、12個のノードで3つ結合した単位を1等符と呼んでいて、それらがまあトーラスという名詞上でつながっている構成になっています。まあ、これはあのまあ MPI で通信の時に考慮しないといけない事項の一つで、まあ、すでに MPI のところでお話ししたことになります。でですね、ここからあのまあ実際どうやってハイブリッド実行の仕事をスパコン、上で走らせるのか、まあ、スパコンに限らずあの PC クラスターとかでも同じなんですけども、そうどうやってやるのかっていうのを簡単に紹介しようと思います。でその前にですね、あの、まあ、一般的にですね、スーパーコンピューターの上ではあの PC で実行するような形で、実行あのジョブが実行できるっていうふうになっていないのが普通です。で大きく分けると2つの実行形式がありまして、1つはあのインタラクティブジョブ実行というスタイルですね。でこれは皆さんお持ちの PC で何か実行するときのように、いわゆるコンパイラーを起動して、実行可能ファイルを作ったら、その後、まあコマンドを入力すると実行できるというものです。でこれができるとあの、まあ、スーパーコンピューターにおいては比較的簡単にジョブが実行できて嬉しいんですが、あまり一般的ではなくて、まあ、理由はですね、まあ、スーパーコンピューターかなり何万ノードも持っているシステムなんで、一人でこういうことをやるとあの、まあ、全体の利用効率が落ちていくので、まあ、実行できないようになっている理由から、あまり提供されていないということになります。まあ、ただしですね、やっぱりデバッグとかですね、あのまあ、小規模な実行でする場合はやりやすいので提供されている場合があって、これはあのスーパーコンピューターセンターの運営のスタイルによって違います。で東大の場合は FX10 のスーパーコンピューターシステムっていうものは例えば1ノード16コアまでは2時間占有して PC のように使える形態と、あと8ノード120コアは10分ぐらいまで使えるというまあデバッグ専用の形態で使えるようになっています。でこれ何度も言いますけど、これが標準かどうかはあのよくわからないので、あの分からないというかコンピューターセンターごとに決めることですので、標準とかいう話ではなくて、まあ、こういうことができるスタイルが一つあるというのを覚えておいてください。でそれよりも一般的にはここに書いてあるバッチジョブ実行っていうスタイルで、仕事を、与えるということが普通でして、これはあの、まあ、一般的にどのあのスーパーコンピューターでもバッチジョブ実行になっている。で主に大規模実行できるようになっていまして、どれぐらい大規模かというと、まあ、東大の場合は2つシステムがあるんですが、1つはオークリーフ FX というシステムだと、まあ、最大24時間までのジョブが、まあ、最大で1440ノード、これは23040コアまで、投げられると。で一方、あの長規模、ジョブだとオークブリッジ FX というのがあって、これは7日ぐらい連続して、投げられるものが最大576ノードまで投げられるというふうになっていまして、まあ、主にですね、スーパーコンピューターを使っている方はこういうバッチジョブ実行で仕事を依頼するということが普通です。で、まあ、そもそもバッチジョブっていうのはあの、まあ、最近の人はあまりスパコン使ってないんで、バッチジョブ自体分かってない可能性がありますので、まあ、簡単にご紹介しますと、先ほど言ったコマンドラインでジョブ実行をするスタイルっていうのことは、まあ、普通はできないようになっているので、バッチジョブ処理をすると。で、バッチジョブ処理っていうのは、ユーザーがジョブの依頼をして、まあ、バッチ級にシステムに仕事を投げると、システムがまあ適するジョブを取り出して実行してもらうというシステムです。ですので、まあ、ある種、ジョブを投げるときに専用の書き方をしないといけないというのが、このシステムの特徴になります。であとですね、まあコンパイラーとかの話をしますと、まあ、これも携帯は、まあ、計算機センターによるんですが、インタラクティブ実行とバッチジョブ実行でコンパイラーが違うというスタイルで提供されているところがあります。で東大のシステムはそうなっていまして、まあ、理由はですね、ログインノードと言われる、最初に入るノードと、あと実際ジョブを実行するノードが違う CPU になっているというのに、まあ、依存するんですが、まあ、そのためですね、インタラクティブ実行だと、その CPU ですね、この場合で言うと FX10 のスパークで実行することを意味していますので、まあ、ログインしてインタラクティブ実行モードにすると、それはまあ、スパークの CPU になると。で、その時に起動するコンパイラーはですね、まあ、自分のプログラムをコンパイルして、スパーク用のコードを吐くということで、普通の、まあ、いわゆるコンパイラーですね。で、これが提供されているんですが、これはオンコンパイラーというものになります。
まあ、これは普通でして、皆さん手持ちの、パソコン、例えばインテルだと、インテルコンパイラーでコンパイルしたものは、インテルの CPU で動くという、ごく普通のコンパイラーになります。で、一方ですね、このバッチジョブ実行ではそうはなっていなくて、東大の場合はログインノードっていうのは、実はインテル系の CPU になっていて、インテル系の、インテルの、例えばコンパイラーを使ってしまうと、インテルでしか実行できないコードを吐くんですが、それはスパークに持っていっても動かないので、そういうコンパイルをすると困るわけです。でその時に使うのがクロスコンパイラーっていう技術、これは結構歴史的によく使われているんですが、まあ、そのノードでは実行できないけども、バッチジョブ実行する先のノードで実行できるような、マシン号を生成するコンパイラーというものがあります。なので、ここでは、例えばインテルのマシンの上でコンパイラーしたら、スパークの上で動く、マシンコードが測れるものがクロスコンパイラーで、それが入っているということになります。でこれは、コンパイラーで言うとは違うんですが、使う場合はそんなに、考慮しなくてよくて、富士通社の例だと、オンコンパイラーっていうのは、コンパイラーのそれぞれの、まあ、オリジナルの名前になっていて、クロスコンパイラーは、それに PX をつけたものになっている。あと、コンパイラーオプションとが同一ですから、使う側はこの PX つけるだけが、違うと。で、例えば富士通のフォートランコンパイラーで FRT っていうのがあるんですけど、FRT はこれオンコンパイラーで、クロスコンパイラーになると FRTPX というもので、起動します。でなんでこれを、考慮しなきゃいけないかというと、インタラクティブ実行の時はこれ FRT と打たないとエラーが起きるということです。でそれ以外の時は FRTPX と打たないといけないということで、まあ、これ知っていようがしないとこういうふうに起動するというのが分かっていないと、まあ、動かないので、ここで載せています。でこういう環境が提供されていることがまあ一般的なので、ちょっと注意してください。でまあ、ここからが、まあ、実際スーパーコンピューターの上で、ジョブの実行の仕方なんですが、これもスーパーコンピューターごとに違いますので、ここでは FX10 の例として、こういう感じにすればいいのかというのを簡単にご紹介しますと、バッチジョブにまず投入するための、まあ、システム、バッチジョブシステムというのがあって、これは富士通社の、まあ、システムを、まあ、使った例です。でジョブの投入はこの PJ サブというコマンドを打つとジョブが投げれるようになって、でその後に書くのがジョブスクリプトファイルってやつで、これはいわゆるスクリプトファイルですね。バッシュとか CCA とかで書かれているファイルを指定すると、スーパーコンピューターにジョブが投げれると。でこの後は、まあ、ちょっとかなり、センターによって話なんですけど、プロジェクトコードっていって、まあ、お金ですね、スーパーコンを使うためにお金がかかるのが普通ですから、そのどのお金を使うのかというのを指定するようになっている形です。あとは、まあ、ジョブが投げられて、あとは、自分の投入したジョブの、状態を知る。これは実行されているのか、渡されているのか知るということが必要ですけど、それを知るコマンドが pjstat というコマンドがあります。あとは、まあ投入されてしまったジョブが削除したりとか、あと、まあ、状態ですね、どれぐらいのジョブが投げられているのかというのがあるんですけど、まあ、このぐらいを知っていれば大体使えるという、ものになる。でこれはまあ実際これどうするかってことなんですけど、その前にインタラクティブ実行はどうするのかってことですと、このシステムだと、まあ、PJ サブっていうこの先ほど バッチジョブに投げるコマンドを打って、インタラクトってやると、これでどっかのノードが確保されて、まあ、ログインした形になって、その状態で PC のように使えるっていう使い方になっています。でこれもですね、これが標準というわけではないんですが、まあ、感覚的にこういうふうに使えるという例で示してあります。であと、まあ、pjstat の -rsc と言うと、これは自分が使える環境の、資源とか、あと、ジョブを投げる先の救命が出てくる、ものがあって、まあ、例えばこんなような画面が、まあ、出てくると。でこの場合だと、レクチャーっていうのはレクチャー級と、いうことですけど、ここに、まあ、投げられるということですね。あとは、まあ、レクチャー8っていうのがあるんですけど、これも、まあ、ちょっと止まっているという状況が、これを見ると、分かると。でまあ、大体スパークを使う人はこういう、コマンドで、実際今投げられる球を、まあ、どうなっているかというのを確認するということをします。でもうちょっと細かいオプションをつけると、まあ、例えばこんな形で、ノードの実行情報をですね、最大ノード数、最小ノード数、最大ノード数はこの範囲内とか、細かい情報が出る、モードもあります。であとはまあよく使うのは pjstat-b というやつなんですけど、これはですね、まあ、どんなマシンにもあるんですけども、まあ、この辺はよくて、ジョブの投げられているソース、これ今ゼロになってますけど、実際どれぐらい投げられていて、どれぐらいのジョブが走っているのかと、あ
と待たされている情報がいくつかっていうのが表示される、ものがありますので、これを見て、まあ、マシンの混み具合を、まあ、調べるということも一般的には、します。であとは、どう書くのかなんですけども、これは最初に紹介した教科書等の、プログラムでは、こういうサンプルプログラム入っているんですけど、一般的にまあ、どう書くのかっていうのを知ってもらうために、例を、書いていますが、まあ、こういうようなファイルを各自 C、フォートランに限らず用意して、PJ サブコマンドで投げればいいという形になっています。でこれ最初は、まあ、シェルの指定なんで、バッシュ、TC シェル何でもいいんですけど、書けばいいんですが、ここからが富士通社の、システムの、特有の記載なんですが、シャープ PGM で書いた後に、リソースグループレクチャーってあるんですけど、先ほど見た Q、バッチジョブ Q にどういうふうに投げるのかというのをこういう形で指定します。なので、これは自分の課金情報とか空いてるジョブを見て、ここを書き直して投げるということをします。で、その後、ノード12、これはだから12ノード使うということですね。だから、このマシンでは1等符というのが12単位なんで、まあ、この単位で使うと、ハードウェア的にもいいということで、データが出ます。けど、これは資源の許される限り、書くことができます。で、その後、これは MPI のプロセスを、与えるもので、マイナスマイナス MPI プロップ192とか。これは1ノードあたり 16CPU あるんで、すべての資源を使い切る形の実行がこのように書くことができます。で、このエラプスっていうのが実行時間指定で、これ1分ですね。で、ちなみに1分を超えたらどうなるかっていうと、多くのシステムでは自動的にジョブは殺されてしまいます。なので、ここで自分で使う上限を決めておくという形。で最後がこれが MPI の起動の部分で、これは MPI の起動コマンドが書かれているだけという形で使います。でこれがピュア MPI の実行スタイルというやつで、これは MPI の時で話しましたけども、すべての CPU コアを MPI のプロセスだけで使い切る場合、こういう記載をして投げておけばいいということになります。でこれは、まあ、1ソケットというか1ノードですね。この FX の場合で1ノードの中で見ると、どういう動きになっているかというと、すべてのコアをこのように MPI プロセスで埋めて、1対1対応させて使うと。世の中には MPI しかないという状況で使う形の実行スタイル。で、多くのプログラムが大体こういう形で、今、スパコンを使う場合、もしくはプログラムを使う場合は、書かれているということになります。じゃあそれでですね、ここで話すですね、PIMPI ではないスタイルの、もの、あ、すみません、これはじゃあこの PIMPI の実行をどうするかなんですが、PJ スタサブというコマンドで、先ほどの、指定があった、ファイル、ここで HelloPure10Bash というファイルを、まあ、投げるわけですね。そして、まあ、自分のジョブを、実行したかどうかを確認、PJ スタして、終わっていると、まあ、何も出てこなくなるので、それが終わると、まあ、こんなような出力ファイルが、まあ、出てくることになります。で、ここで、まあ、E っていうファイルと O っていうファイルで、あと XX っていうのは、これ、なんか数字が、まあ、付けられて返ってくるものが出ると。で、出力結果はどれかっていうと、この O っていうファイルが、見ると、実は出力が見えると。この、まあ、サンプルプログラムだと、まあ、いわゆる C 言語でいうところのハローワールドの並列版で、MPI の、まあ、ハローパラレルワールド、ハローワールドが192個出るというものなんですけども、まあ、ここで注意はですね、バッチジョブ実行って、結局は処理を依頼したら、ユーザーがログアウトしようと、もう自分の番が回ってきたら実行されるわけですね。で、その時に、まあ、ちょっと不思議だなと思うのは、まあ、PC とかだったら A 点を取ってやるとすぐ画面が、に結果が出ますけど、どうなるのかっていうのは疑問になると思いますけど、バッチジョブ実行の場合はファイルに出力結果が書き戻されて出てくると。で、そのファイル名がこの E と O というやつで、E っていうのは標準エラー出力ですね。標準エラー出力が書かれて戻ってくるファイルが E というファイル、この点 E ってついたファイルで、点 O っていうのはこれは標準出力、まあ、普通にプリント文とかで表示される。ものが、O というものです。なので結果はこれを見とけると、まあ、期待された結果が出れたかというのは分かるというものになっています。まあ、こういう形で大体まあ、スパコンの上では、PIMPI 実行というのがまあする形が多いです。で、この名前とかはシステムごとに違いますけども、まあ、大体こんなような形で実行されるというのが普通になっています。
で、ここにさっき言ったことが書いてありますけど、標準出力と標準エラー出力が大体分かれて、あとジョブ投入時のジョブ ID というのは勝手に振られますから、その番号がなんか付けられて、区別する形で、実行 されてくるという形式がスパゴの普通の、ジョブスタジョブバッチジョブ実行の形になっています。はい、じゃあそのハイブリッドエンペア実行はどうしたらいいのかというとですね、これは先ほどのピュアエンペア実行とそんなに変わらないです。実行のさせ方自体は大差ないということになります。これはだから最初にやることは PGA サブで、バッチジョブ実行、ハイブリッド実行が書かれたバッチジョブファイルを指定して、実行して、あとは結果を見ればいいと。で、結果はなんか、この場合だと、先ほどは192個で、なんか12個に減ってるんですけど、なんで減ってるかっていうのは後から話しますけども、そういうような形で実行できると。じゃあ、具体的にどうするのかっていう、バッチジョブスクリプトの中身を見てもらうと、リソースクリプト、この辺の指定は一緒ですよね。あと、ノードの指定もまあ一緒なんですけど、違うのはここで、さっき192個あった MPI のプロセスが12個になっているという違いが一つあります。だからまあ結果が12個なんかプリントされたら、まあ納得する話だと。あともう一つ違いは、ここは実行時間制限で一緒で、ここになんかあって、これは OpenMP スレッズ16ってあるのは、OpenMP の時で話しましたように、OpenMP の実行数をここで規定していると。で、あとは実行しているということで、要は MPI の数の指定と OpenMP の生成をしてやるので、まあ、ハイブリッド、MPI のプロセスと OpenMP のスレッドが混在して実行するスタイルになっているという形になっているのが分かると思います。で、これがまあどう実行されるかなんですが、このまあアーキテクチャの場合だと、16個のコアがあって、そのうちのまあ起動時に1個だけ MPI のプロセスが割り当てられて、まあ、動くということですね。で、当然これは15個余ってるんで、全部の資源使えていないんですが、OpenMP 等の実行によって、実はこの1個から1個の MPI プロセスから16個の OpenMP のスレッドがこう起動する形になっていますから、これで全てを使い切るという形で実行するのが、これがハイブリッド MPI、OpenMP 実行というスタイルになります。ですので、こういう形で1ノード内に、特にメモリも考慮して、最適なところに、スレッドがこう割り当てた方が効率いいというのは分かると思うんですけど、なので、OpenMP やハイブリッド実行の場合は、まあ、動かす対象のハードウェアに最適な構成が決まるという要素も、まあ、あるということになるので、まあ、注意してください。後からもう一回ちょっとこの辺を話します。で、あとでですね、これこれもあまり書いてないんですけど、コンパイルの MPI のコンパイルをするときに、逐次の MPI じゃないコンパイルを使ってコンパイルして困るって人が結構いたので、書いておきますと、MPI 用のコンパイラーって実はあるんですね。それを使わなくても自分で、フォートランコンパイラーとかに、あとリンカーで MPI をリンクして使ってもいいんですけど、めんどくさいので、何もしないとエラーが出て止まっておかしいということを言い出すと言われたので、書いてあるんですけども、普通のシステムには MPI の用のコンパイラー、MPIF90 とか、MPICC とか、MPIXX とか、MPIC++ というのがあるので、これを使ってコンパイルすると、MPI の、コードがエラーなくコンパイルできるようになってますから、これは確認してください。確認しないと自分でリンクとかを探して、いろいろ書くはめになるんですけど、めんどくさいので、これはまず知っておいてほしい最初のことになります。であとは最適化のオプションは、これは逐次コンパイラーと同じものが普通使えるようになっていますから、そこは特に気にせず、いつも通り使えばいいということになります。あとですね、ハイブリッド MPI 実行させるときの、制約っていうのがあって、これは MPI のプロセス数と、OpenMP のスレッド数、の話なんですけど、これは MPI のプロセス全体の数ですね、と、OpenMP のスレッド数っていうのは、当然利用数のコアソースのより以下にならなくちゃいけなくて、その中でも、この1つの MPI からこう MPI のスレッド数が生じるわけですから、実際は OpenMP のスレッド数に全体の数になるんですけども、これを考慮して実行しないと、性能が落ちることがあります。で特に
注意はですね、物理コアですね、壊すしか動かない、実際あるし、壊すの数で、オープン MP のスレッド数、総合のスレッド数が、抑えられるケースはあるんですが、ハイパースレッディングとか SMT って技術を使うと、まあ、壊すの定数倍のスレッド、もしくはプロセスまで、動かせることになっていますので、その数を、まあ、超えると性能が落ちる、もしくは性能動かない、エラーが出て動かないということもあるんですけど、そういう制約があるので、注意してください。で、速さ的には先ほど言ってますように、1ノード内に 1MPI プロセスの実行例を示しましたけども、必ずしも1ノード内に 1MPI プロセスを実行させて、その後、OpenMP のスレッドを起動するという形が高速であるとは限らないことになっていて、これは OpenMP のとこでも言いましたけど、OpenMP によるスレッド並列化をする場合に、スレッド数が、まあ、増やせば増やすほど速くなっていくわけではないわけですね。で、8スレッドって書いてあるのは、これ経験値で、当然問題とかハードウェアで依存してますので、これ以上速くなる、8スレッド以上効率が悪くなるってわけではない一例なんですけども、まあ、一般的には、その、壊す分だけ、OpenMP のスレッドを増やしても速くならないわけで、どこかでまあ最適なスレッド数が決まるわけです。でそうなると、そのスレッド数で固定した上で、起動する MPI のプロセス数を、調整して、すべての資源を使い切るのが一番早くなるわけなので、そういう使い方になります。で、これでもあと分かることは、効率の良いハイブリッド MPI 実行には当然効率の良い OpenMP 実装が必要ですので、OpenMP の実装が、悪いと、実はピュア MPI が早いということがありまして、まあ、実はピュア MPI の方が早いことが意外にいっぱいあります。で、その理由は、OpenMP の実装が良くないことが多いので、本当の実力を知るためには、良い OpenMP の実装をしないと、ハイブリッド MPI で、効果が出ないというのが普通ですので、まあ、注意してください。で、ちょっと余談になりますけども、MPI の実行時に、これもよくセンターとかに質問が、来るんですが、いわゆるリダイレクトっていうのが MPI の実行時にはできないようになっていることがあるので注意してください。例えばこのように MPI ランをした上で、なんか in っていうファイルを指定して入れて、out っていうのを出すというのは、Linux ではまあ普通にできるんですけど、MPI ランのレベルではできないようになっていることがあって、これはまあ通信の最低化の都合上できなくようになっていて、まあ、おかしいっていう質問が来ることがあるんですが、これよくよくさすがにこれできないと困るんで、用意されてるんですが、専用のオプションが用意されていることがあるので注意してください。例えばこれ富士通社だと、MPI ランの後にマイナスマイナス STD インと入れると、このいわゆるこの入力の部分と同等のことができて、マイナスマイナス O アウトってやると、まあ、出力ファイルが指定できるというものがあって、これ各社が意外に違う仕様になっているので、まあ、それを確認してもらうとリダイレクトができるような動くことになっていますから、これも使う場合は、こういうことがあるので、注意してください。はい、ちょっと後から、もう少し細かい話をしますけど、あと並列処理の評価手法について、まあ、若干補足的な、用語がありますので、ここで紹介します。弱スケーリングと強ステックスケーリングという評価で、これはおそらくですね、かなりアプリケーションの評価で出てくる言葉なので、すでに聞いていることが多いと思います。で、評価指標でまず弱スケーリングというやつですね、ウィークスケーリングという評価指標があるんですけど、これは何かっていうと、まあ、1ノードあたりの問題サイズを固定して、並列処理時の全体の問題サイズを増加することで、性能評価する方法です。で例えば、これ1ノードあたりの問題サイズがこのサイズだとすると、8ノード使うと、全体のサイズは、当然大きくなっていく。ただ、1ノードに相当する問題、担当するサイズは固定されていると。なので、並列数が増えれば増えるほど全体で大規模な問題を解いているというような評価の仕方です。でこれはですね、まあ、よく使われるのは、問題サイズ N の時の計算量が例えば、まあ、N ぐらいのもので、並列処理のノード数が増加しても、まあ、1ノードサイズの問題数は、固定する場合には実行時間は変わらないような、計算をするときに使う指標です。まあ、つまり、
まあ、このサイズというのが固定されているので、まあ、例えばこのサイズの時の実行時間が5秒だとすると、理想的にはですね、これ8台使っても全体で5秒、64台使っても全体で5秒というものですね。で、これはまあ理論的にはそうなるんですが、本当にそうなるのかというのを評価する指標です。で、一般的にはノード数が増えていくと、まあ、ネットワークの形状の都合もあるんですが、通信時間が膨大になるというか増えてしまうことがあるので、まあ、同じような時間で終わるということができなくなることが多くて、それを見るための評価指標です。で、実際これどういう処理に使うのかっていうと、まあ、いわゆる要解法と言われる、反復解、まあ、法は、まあ、こういう弱スケーリングで評価することが多いと。あと、因解法と言われる連立方程式を解くような場合で、かつ反復解法でそれを解くような場合は、このような弱スケーリングで評価することが多いです。なので、まあ、結構まあ限定されてはいるんですが、まあ、多くの処理ではこの弱スケーリングで評価できる問題があるので使われることが多いという手法です。で、一方この弱スケーリングじゃないやつは実は強スケーリング、ストロングスケーリングと言われるやつで、まあ、こっちの方はなんとなく直感に合う、並列処理の評価の手法、まあ、代数効果という意味では正しいんですけども、まず全体の問題サイズを固定して、まあ、ノード数を増やしていくことで、すみません、性能を評価すると。サイズを固定しても、並列数をこう分化して、評価していく手法です。で、そうすると、これは代数効果ですから、理想的な、実行時間はノード数に反比例して減少していけば一番いいという評価になります。ですが、これは一般的にノード数が増加すると、1ノードあたりの問題サイズが見て分かるように小さくなっていきますから、通信時間の占める割合がどんどん増えていくのが一般的な処理です。なので、理想的にまあ通信時間は減少しないというものですから、それをどのぐらいまで、まあ、早くなっていくのかを見る指標として使われる。で、こういうのが使われるものは、まあ、一般的に計算量が膨大なアプリケーションとは、もう、強スケーリングで見るしかないので、そういう使い方をします。で、まあ、もっと言うと、例えば連立方程式の、厳密化、例えば LU 分解みたいなやつは、まあ、こういう形で見るわけです。だからデータ量 N の2乗に対して計算量 N の3で大きいので、全体の数っていうのはなかなか大きくできないから、強スケーリングを見るということがまあ多い。で、アプリケーションの多くは、多分ソルバーレベルじゃなくて、実際の解いている問題レベルの、スケーリングを見る場合は強スケーリングで見るということも多いと思います。まあ、いずれにしろどちらかで見ると。で、弱スケーリングが適用するアプリケーションは言いましたけども、まあ、どういうものが多いかっていうと、まあ、原則的には通信が少ないアプリケーションで、まあ、領域分割とかすることによって並列化できるものが、弱スケーリングで評価することが多いです。で、通信パターンは原則として隣接するプロセス間のみしかやらないということで、まあ、原理的にもそんなに通信量が増えない、プロセッサー台数を増やしても通信量が増えないというもので、弱スケーリングで評価するということが、まあ、あります。で、あと、ノード数を増やせば増やすほど全体のサイズが大きくできるんで、まあ、非常に、まあ、いいわけですね。まあ、そういう意味において、弱スケーリングで評価すると。で、一方、強スケーリングを適用しないといけないアプリケーションは、先ほど言いましたが、計算量が膨大になるアプリケーションなんですけども、これはもう全体の問題サイズがもう非常に大きくしていくことができないので、実行時間の制約からまあ決まってしまっている。だから、問題サイズを固定して、並列処理を増やしていって評価するということになります。で、まあ、よくなりがちなのが、まあ、その結果、どんどん並列数が増やすと通信時間の占める割合がまあ多くなってしまうので、通信処理の最適化が非常に重要になるケースのものが多いということになります。で、まあ、結構強スケールアプリケーション、高スケールの評価っていうのは、使われるんですけども、まあ、結構今は問題になっていて、まあ、最初に説明したトップ500で、採用されているインパクっていうのは、密行列アプリケーションで強スケーリングで測る典型的なものなんですが、これ、年々ですね、問題サイズ、1項あたりの問題サイズが小さくなっているという、状況が、どんどん問題になっているんですが、まあ、例えば今最新 のトップ500ですね。2015年11月のトップ500を見ると、1位の、まあ、TI-HETU というものは、まあ、約996万次元とか、このぐらいでかいサイズの問題を解いているんですけど、コア数も、これも312万、
そのぐらいあると思いますから、結局、コアあたりの、問題サイズは大体 3.19 と非常に小さいサイズになっているんですね。で、ケイコンピューターだと比較もっと問題サイズは大きくなるんですが、まあ、コア数もそれなりにあるんですけども、4位のケイコンピューターだと大体これ問題サイズはコア数は 16.8。で、6位のピッツデイントだと 35.5 ということで、要はトップのシステムほど1ノードあたり、1コアあたりの問題サイズが小さくなっていると。で、これ何意味しているかっていうと、上位のマシンほど、まあ、通信の占める時間が割合が大きくなりやすくなっていて、今後やっぱりこういう強スケールアプリケーションで並列する処理する場合は、全体の問題サイズっていうのは大きく計算量の都合で大きくならないんで、通信の最適化がむしろ重要になってくるという傾向にはあるという特徴が分かります。で、まあ、ちょっと横道にそれましたけど、まあ弱スケーリングと強スケーリングっていうのは、まあ、よく出てくる手法なんで覚えてもらおうとして、まあ、PIMPI のプログラムをまあどうやって開発したらいいのかという問題ですが、これ個別の事例はいろいろあるんで、それは紹介できないんですけども、まず最初に重要なのはですね、MPI のプログラムが作られないと、ハイブリッドとかもできませんから、再確認すると、MPI のプログラムの大前提としては SPMD プログラムであると。対象のメインプログラムは、すべてのコア上で、かつ同時に起動された状態から始まって、分散メモリ型の並列計算機の処理をしていると。まあ、例えば、ですね、行列ベクトル積っていう、まあ、処理があると。その時に、MPI の並列化するときには、シムドアルゴリズムの考え方を使って並列化するということを言いましたけども、これはこういう行列ベクトル積をするときに、まあ、内積という、まあ、中身の演算とは一緒なんですけども、まあ、扱うデータの部分ですね。これは内積する部分を、例えば、0番プロセスはこの4並列を動かす場合、4等分した部分の上の部分しか、まあ、使わない。あとは同じ計算をするようにすると。で、1の部分は1個されたブロックのようにして使うということをすると、これは SPMD になっていて、入力が違うけど同じ演算をすると。まあ、こういう形で、まあ、MPI では並列化をしていくというのが基本になります。で、この考え方で、まあ、MPI、PIMPI の並列化っていうのをまずやるということが、まあ、基本的な考え方です。で、これは C でもフォータランでも、まあ、考え方なんで変わることはない。で、やっぱここであと理解しておかないといけないのは、この配列ですね、PIMPI の時は、この配列を、どう取られているかということなんですが、すでに話しましたように、これ4つの MPI プロセスで起動する場合は、ANN っていう、 こう配列の宣言は、もう ANN しか書いて、A の NN しか確保してないんですけども、別の配列が取られているという形になって実行すると。あと、MyID っていう、まあ、変数、これはサンプルプログラム出てくるもので、汎用的な名前とかではないんですけども、こういう変数で定義されて、ランクをこの、MyID に入れる場合は、中に、MyID しか書いてないんですけど、中にこう個別 の、ランクですね、ランクと呼んでる番号が入ると。まあ、こういう前提を分かった上で、プログラミングするということを、まあ、考えてください。で、まあ、これをやった上で、もう具体的にハイブリッドの例とかは出てくるんですが、重要なのは、まあ、いきなり MPI プログラムの時にも、MPI のプログラムを最初に作らないということが重要ですね。っていうのは、元になる逐次プログラムがちゃんとできないと、並列化なんかできませんので、これ当たり前なんですけど、例えば並列化してくださいって時に、全部一気にやろうとする人がいるんですけど、それ絶対できませんので、しないでくださいということが、方針になります。まず最初にやることは、正しく動く逐次プログラムを作る。で、その作った上で、まあ、適切なテスト問題ですね。まあ、動くことを保証するような問題を、まあ、作ると。で、その上で、テスト問題の実行に対して、内部のプログラムの処理、適切な処理単位ごとに正常動作するかどうか、計算結果の確認しつつ、まあ、処理を分けるということが重要になります。だからこれは一気に全部やるなということなんですけども、分けれる範囲がまず決めて、分けて、それごとにできるテスト問題と比較できるようにすると。これを作った上で初めてその MPI によるプログラムをしてください。これが基本になります。で、なんでこういうめんどくさいことをやるかっていうですね、MPI 化すると、まあ、例えば逐次のアルゴリズムの複
複雑性の上にさらに並列化の複雑性が入ってくるんで切り分けが難しくなるんですね。あの並列化したときに動かないのか、元の数値アルゴリズムとかがおかしいのか分からなくなりますから、それが切り分けられるようにしておかないと、もう泥沼の状態になります。なので、こう分けた上で、まあ、各その分けられるブロックごとに、個別に変比や並列化していくということが重要になって、これがまあこういうことがまずできるかというのが、重要な方針、指針になります。で、じゃあどうやって分けたらいいのかなんですが、これはあの個別の事例によっていろいろあるんですけども、まあ、数値計算プログラムの場合は、比較的、まあ、分けれる範囲というのが明確に分かることがあります。でこれ一般的にはこれプログラム検証とかいう範囲なんですが、まあ、情報の人たちがやっている話は例えばあのループ単位とかそういう単位ごとに動作の保証をするんですが、数値計算プログラムの場合は処理単位ごとはだいたい数式レベルの処理とかになっているんで、その単位ごとに切ってしまって、やるっていうことが、まあ、できることが、まあ、多いです。で特に、まあ、アプリケーションだと離散化行列を作る部分とか、あとソルバーと言われる、まあ、行列操作の部分、エリュー分解とかに相当するような部分のパーツごとに分けて、並列化していくというのが、まあ、よくやることです。あと演算結果の検証は、これも何らかの意味で、できるんですが、数値解析上の意味においてなんか、できることが多くて、まあ、理論解が分かっている場合は理論解との差で、デバッグするもしくは検証するということが一番、まあいいですので、そういうことをやる、もしくは、まあ、物理問題とか解いている場合は、その出てきた物理量流速とかが、まあ、妥当な範囲内であるのか見るということで検証するということもまあされています。で両者が分からない場合でも、まあ、基本となる逐次の結果と比べて並列処理した効果が、あの結果が、誤算範囲内かというのを検証していることが多いので、何らかの解いている問題の、特性を使って、まあ、デバッグのための問題を作るということはあります。でこれもまず確認してからやってください。で、まあ、ちょっと戻ると、まあ、簡単な例に戻りますけども、じゃ あの並列化するときに逐次の行列ベクトル積みたいな、まあ、簡単なものですけど、どうやったらいいのですかっていう話なんですが、これはまあ、簡単に書いてありますけど、これ自体実は大きな意味で並列化の、まあ、どんなプログラムでまずこうすべきという指針が書かれているんですけども、最初にやることは無駄なんですけど、全プロセスで行列 N×N のサイズを取ると、これ逐次と同じような、メモリの取り方をしてくださいということで始めると実はいいことがあります。で、まあ、この過程を置くと実はですね、SPMD の並列化の基本から、まあ、データ分散によっては計算する範囲の、ループの回し方を変えるだけで並列化ができてしまうような書き方ができることが、まあ、あります。でこれは先ほど、例を挙げたこれですね。これがまさにそうですね、まあ、N×N のサイズをこう最初から全プロセス取っておくと、このループの範囲の回し方っていうのはこう4等分したこのブロックを回すだけで、範囲の指定が、この内積の計算自体の式を変えずとしてもここを指定できるようになりますから、並列化が簡単にできてしまうことになります。でこういうことをやると、まあ、よくて、あとは、まあ、どのようにデータ分散を決めるかなんですけども、これはまあ一般的にどんな方法でもいいんですが、まあ、特に問題なければ数学的に簡単な方法を採用する方がいい。まあ、例えばブロック分散方式という場合は、こんな簡単にできるわけです。N が N ブロック。N っていうのは問題サイズで、何ブロックっていうのは全体のプロセス、NPR のプロセスにすると、まあ、IB っていうブロックサイズを計算した上で、4の I の J ループの回し方を、MyID っていう自分のランクかける IB と、まあ、終わるところは MyID プラス1に回せば、先ほどの SPMD 相当の計算がこの一文でできてしまうわけですね。ということで、実は NPI 化するときにやることっていうのは、こういう書き方、汎用的な書き方ができるかを探すことっていうか、決めることになるんですけど、この場合はこういう形で並列化ができてしまうと。で、まあ、最初並列化するときはこの2番目までいいんですね。ただ、大きな問題があって、これ最初にこの全プロセスで行列 N×N のサイズ取ってますから、問題サイズの取れる上限が1ノードのメモリサイズに限定されるわけです。FX10 だと 32GB っていうサイズに N が決まっちゃうんで、それは 2ノード使おうが100ノード使おうが 32GB の壁になっちゃうんで、それは良くないって話になる。
なので、まあ、2番目までできて次にやることとしては、まあ、これでも並列プログラムにはなっているんですけども、まあ、もっとメモリの観点で分散された形の、プログラムにするというのが実は3番でやることになります。でこれは具体的には自分で必要な領域のサイズしかまず確保しない。 N のサイズを取るんじゃなくて、例えば N÷4 とかいうサイズを取って、かける N を要は自分の必要なサイズしか取らないの。あとループの回し方を一般にこのブロック分割の場合は0から IB みたいなこうブロックのサイズで回すようにすると。あと必要な通信を入れるというような形に書き直す。まあ、こうすることで、実は並列処理の困難性、この1、2って比較的簡単にできるんで、いきなり3をやるよりかは1、2を作ってから3やった方が簡単に並列ができるんです。で、こういうふうに徐々に並列化していくってことが一般的にはされします。だからいきなり3番をできるっていうのは相当難しいので、やらないというのをちょっと注意してください。で、まあ、だからこんな簡単な行列ベクトル式でもいきなりやるのはなかなか難しいので、こういうふうに、まあ、段階を分けてやっていくというのが一般的。でこれ重要なのはデータ分散方式なんですが、さっきブロック方式、ブロック分散にしましたけど、これはアプリケーションに依存してどれがいいか決まってくるわけですね。行列ベクトル式だけだったらブロック式演算で分散でいいんですけども、呼び出す側ですね、反復解放を使って呼び出すような場合にはその上位の部分のデータ分散でどれがいいのか変わってしまうんで、ここは検討しないといけないんですが、先ほど言いましたようにデータ分散は、指数学的に簡単な方が、まあ、いいことが多いです。でこれは例えばブロック分割とかサイクリック分散、ブロック幅1の方が一番よくて、それでそれがダメだったら、まあ、例えばブロックサイクリック分散でブロック幅2のものがいいと。で一般的なものも、まあ、できるんですが、それはあまり良くなくて、理由があって、これデータ分散を一般的にするとですね、どうデータ分散をしたのか、そのデータ分散した範囲のリストみたいなのが必要なんです。でこれは基本的には MPI のプロセス必要になるんで、 MPI のプロセスが増えれば増えるほどこのインデックスリストが大きくなっていきます。で例えば1万並列だとインテジャーの配列1万個ぐらいいるんで、これがいくつもあったらすぐメモリなくなるわって話があって、実はこれ、自動並列化コンパイラーの並列化が難しいのはこれだったりするんですね。内部でこうインデックスリストをバカに作ってしまうと、ここでやたらメモリが食っちゃって大きい問題サイズ大きくできませんよってことがあるんですけど、一般的なことをやるとやっぱ難しいんですね。これだからハイインデックスリストを持っている。でブロック分散とか簡単にすると計算で求められるんで必要ないんですね。どのプロセスがどのインデックスを持っているか計算で分かってしまう。だからいいということで、まあ、我々がやる場合は大体こういう、 もう数学的に簡単なものができるんだったらそれでやって、こういう余分な配列を減らすということをします。だからここも、まあ、あまり教えてないと思いますけど重要な、実際このメモリの観点で重要な話になっています。でまとめると、まあ、先ほどの形で、1、2って形で簡単に並列化する場合に行うと、まあ全体で N かけ N を持ちますから、同じ計算は、ループの回し方をこう変えるだけで、この必要なところでデータアクセスして、同じ計算をするという SPMD 形式で MPI のプログラムができてしまう。で、まあ、当然ながら結果分散されますから、まあ、こういうベクトル N を持ったら、この分散されて一部しか当然計算させて戻らないんで、これは考慮して並列計算を進めないといけないんですけど、こういう形になって並列化が進んでいくということに注意してください。でまとめますとですね、まあ、一般的にですね、まあ、行列演算をやるときにも、まあ、何でもそうなんですけど、まあ、配列に相当する行列を各プロセスで全部持つようにして SIMD の考え方を適用して、逐次プログラムを並列化するというのは比較的簡単にできていい。でこの考え方はループの開始と終了値だけ変えれば大体並列化ができるということになります。でこの考え方は MPI に限らず OpenMP にも基本的には適用できる考え方なので多分まあ馴染みやすいですね。 OpenMP が簡単で MPI が難しいという人はこの考え方で MPI 化すればいいですが、メモリのサイズの問題があるんで、まあ、それを、まあ、回避するためにまずこれでやった上で、メモリの完全分散版は後でやればいいということになります。でこう分けることで実はデバッグの際の複雑さ並列化した時に間違えて、まあ、検証することもしやすくなりますから、そういう意味において、こういうステップを積んで並列化していった方がいいということになります。でこれをまずやったのが、これでして、まあ、行列ベクトル式の場合は、まあ、ここだけブロック分散すると
というふうにすると、先ほど言ったように、まあ、ループの範囲の指定をこのようにする。で、あとはもう、フォーの中身を、I スタート、I エンド書くだけでいいんですから、まあ、この部分はこういう形で簡単に、まあ、並列化が、PI and PI の並列化ができてしまう。でまあ、一般的にもこんなような形で並列化することは多い。で、フォートランもシードもこんな形で、まず PI and PI の並列化をしていく。で、ちょっと注意は、まあ、これって何も考えない場合だと、N がプロセスの何プロックスで割り切れないと、まあ、困るわけですけど、まあ、それはそういう状況は普通はないわけですから、ないってかないわけですから、割り切れない場合どうするかって話になります。で、N がプロセス数の M のプロックスで割り切れない場合、まず配列を、分散版を考える場合は、配列を、まあ、割り切れない部分の部分を、まあ、確保しておいて、残りの部分をどこが担当するのかっていうのを決めればいいと。で、これは何も考えないと、まあ、ナムプロ最後の MPI のプロセスでね、まあ、4ノード、4MPI 使う場合は、プロセス、ランク番号3番に、N としておいて、の余りを全部持つような実装にしておくと、まあ、一番簡単ですね。で、こういうことをやることも多いんですが、まあ、ちょっと注意は、これ、N とランプロックスの、乗与が多い場合は、非常に負荷バランスが悪くなることがあります。で、実際こういうことがあって、性能落ちることがあって注意ですが、例えば N10 でランプロックス6にすると、まあ、1になりますから、普通にあとプロセス0から5は1個だけデータを持って、プロセスが4個持つことになるので、負荷バランスが悪くなります。で、これを突き詰めていくと、最後はなんか一般的な、インデックスリストを持たないといけなくなるんですけども、まあ、これはちょっと矛盾しますが、こういう問題が生じる場合はもう諦めて、こう負荷バランスがあるように自分でこう範囲内を持っておけば、まあ、均等化する。から、まあ、こういう、余りが多くて負荷バランスが出る場合は、こういう改善も考えないといけないということもあります。ここもちょっと注意ですね。まあ、性能とメモリ量の、トレードオフでどちらがいいかということを考えると。はい、それで、まあ、こういう形で、まあ、MPI 化されたとして、じゃあハイブリッド MPI はどう作っていくかなんですけども、まあ、その前にメリットですね。用語の説明になってますけどね。で、PIMPI はさっきから言いましたように、世の中に MPI のプロセスしかないスタイルのことを PIMPI 実行、もしくは PIMPI のプログラミングと、まあ、で、ハイブリッド MPI 実行なんですが、これは何かっていうと、ハイブリッドなんで、まあ、MPI のプログラムと何か、こう X と書いてますけど、を利用する形態です。で、この何かですが、これはまあ、トレンドで変わるわけで、まあ、従来は OpenMP によるスレッド実行が主流だと言われていましたが、最近 GPU も使うので、GPU による実行と MPI を組み合わすということも当然されています。で、一般的に MPI プラス X の実行とかいうことが言われています。で、OpenMP による実行、もしくは自動並列化コンパイラを使ってスレッド実行するのも OK ですね、MPI。あと、CUDA を使った GPU 実装も OK だし、OpenACC を使っても OK ということで、まあ、いろんな組み合わせが今、使ってできます。で、どれが主流になるかは今後、まあ、どういう計算機アーキテクチャもしくはコンパイラとかが普及していくかによって依存するんで、まあ、一概には言いませんけど、まあ、こうやって合わせて使うということを今もされています。で、最大の、まあ、目的とメリットなんですが、 PIMPI 実行での MPI プロセスに対してハイブリッド MPI 実行すると全資源を使い切ったときに MPI のプロセスが減りますね。なので、通信時間も減るのではないかと期待できるわけです。というところが目的で、まあ、例えば東大の FX10 だと前期は4800ノードで、コア数から言うと 76800 ですから、 PIMPI 実行だと 76800MPI プロセスになります。で、ハイブリッド実行すると、これもいろんな実行形態があるんですが、1ノード16スレッド実行すれば 4800MPI プロセスになるので、差が16倍もあるわけで、ここで、まあ、通信時間を削減できる余地があるという目的で使うわけです。で、まあ、ハイブリッド MPI、OpenMP 実行のプログラムをどう作るかなんですが、まあ、当然前提として PIMPI のプログラムがないと、これはちょっと難しいですね。いきなりこれ両方とも作ろうっていうのは難しいので、まあ、そういう意味では OpenMP の、プログラムを作った後、まあ、PIMPI のプログラムを作っていくという使い方にもなったり、最初から MPI のプログラムを作っておいて、後から OpenMP 化するという方が実は筋がいいんですけど、まあ、そういうような使い方になります。
で、まあ、PIMPI ができたら、OpenMPI を用いて、まあ、対象関連のスレッド並列化を、まあ、した上で、まあ、性能評価、スレッドの性能評価をしつつ、まあ、行っていくと。で、まあ、対象関連で OpenMPI を用いた場合の、まあ、実は性能評価というのをちゃんとしておかないと、適切なハイブリッド MPI、OpenMPI 事故の、形式がわからないので、ここもちゃんとしておく必要がある。でまあ、その後、まあ、通信に問題がある場合は通信のチューニングをするという形になります。なので、まあ、一つはハイブリッド MPI、OpenMPI 実行のプログラムを作ることが、通信時間削減の方法の一つだったりすることもあるので、場合によってはその通信処理の削減の仕方の、方法としてこのハイブリッド化するというのも手かもしれません。でこれ注意はですね、これまあ、教えてられてないということが原因かもしれませんが、これ実際にこうやろうと人がいて困った事例をちょっと紹介していますと、まあ、皆さんすでに手持ちに OpenMP のプログラムがあることはあるかもしれません。その上に MPA 化するということをする場合に、OpenMP のパラレルループを、MPI 化しないとダメです。これ OpenMP のパラレルっていうことは何かっていうと、普通こういうなんかループがあったときに、まあ、外側でなんか OpenMP のパラレルが、まあ、なっていると。でこれをですね、そのままにして OpenMP のループ内に MPI のループの並列化をしようとする人がいました。でこれするとこんな形になってですね、非常に通信多発して困ることになります。外側でスレッドが起動して中で MPI 通信をするような形になる。でかつこれはですね、スレッドの中で OpenMP を起動、 MPI を起動すると動かないこともあるんで注意です。なんで、動いたとしても性能悪いし、動かないこともあるので、こうしてはいけないということですね。で、まあ、普通どうするかというと自然に考えればよくて、このループというのは並列性があるわけですから、OpenMP で書いているということは。で、それをそのまま MPI の並列性に使えばいいわけです。だからここは残して、実はこのさっき言ったシムドの考え方の開始と終了値を決める形で MPI 並列化をして、まあ、なんか、まあ、この中か外か知りませんけど、通信はそれに見合うように書くというスタイルにしてください。で、これは私はこれ当然こういうことは、分かっているので言う必要はないなと思ったんですが、意外に分かっていなかった事例があったので、まあ言っておきますけど、これはまあちょっと考えれば分かることですけど、MPI の方が流度が、まあ、要はかなり粗いっていうかですね、コストがかかる並列化になるので、OpenMPI に対して内部にやってしまうとそれはオーバーヘッドが見えますよって。だから方法論としてもそもそも、OpenMP のコードがある人はそこをベースにして MPI 化していけばいいってことも言ってるんですけど、まあ、こういう形になります。で、さっきの行列ベクトル積で相当すると何やればいいかってことですけど、まあ、外のループはさっき MPI 化しましたけど、まあ、OpenMP にするときにもまあ外のループをやればいいっていうことはあるんですが、ここに、まあ、MPI 化された上に自分これさらに OpenMP のループを書くだけで、この場合ハイブリッド実行する形になります。ですので、まあ、こういうふうにやっていくのは比較的簡単なことになります。で、ここまで来ると、まあ、あとは実はハイブリッド MPI、OpenMP の、パラメーターが出てくるんですね。パラメーターっていうのはいくつの MPI のプロセスをして、OpenMP のスレッド数をいくつにするかですね。で、例えば、いろいろこれは組み合わせがあるんですが、1の16コア実行の場合でも、まあ、例えば 2MPI プロセス 8スレッド実行、これ1ノードの中をこう、まあ、2つ MPI のプロセスを走らせるのか、4つ走らせるのか、もっとあると思うんですけど、こういう組み合わせがあって、どれが一番速いのかというのは、チューニングパラメータになります。でこの時に、先ほどの T2K のオープンスパコの例のようにハードウェア的にソケット内に4つのコアがあってメモリが近くについているような場合はそれが、まあ、1つの、まあ、単位にして、ハイブリッド MPI の OpenMP を実行するのが、まあ、ハードウェアの観点から見た最適な実行スタイルになるのでそうした方がいいということがあり得ます。でこれは 4MPI プロセス例えば4スレッド実行すればいいという例なんですけどこれが実は早いかどうか状況に依存するんですね。ハードウェア的にはこれは妥当ですけど、ソフトウェア的に4スレッドが、ちゃんと、効率よく OpenMP 実行できないと、これ早い、こういう実行したら早いとも限りませんので、よくわからないところがあるんですけど、ハードウェア的な意味から言うと、これがいいというスタイルになります。
でまとめますと、ハイブリッド NPI オープン NPI 実行の効率を決める要因としては、ハイブリッド NPI 化した時の、通信削減の割合、当然それが影響しますし、オープン NPI 実行するときになった演算スレッドの演算効率、実行効率も影響するので、この組み合わせで結局早いポイントが決まってくる、早い実行のさせ方が決まってくる。で、まあ、何回も言ってましたが、経験的に8スレッドを超えるとそんなに平均性が出なくなるので、まあ、ひょっとすると、まあ、NPI の数を8ぐらい止めて、あとは、オープン NPI のスレッド数を8にして、NPI の、実行数を、まあ、増やしていくのがいいかもしれませんし、この辺はまあちゃんと性能評価した方がいいです。で、あとですね、オープン NPI の実行を良くするために、まあ、チューニングするわけですけど、これは一般的に、オープン NPI の時に見ましたように、理想が吹く。まあ、必要で、ファーストタッチしないとまあダメなケースって多いですね。結局まあ、こういうスタイルで動くのは CC ヌーマの計算機が多くて、その場合だとファーストタッチしないと 3,4 倍性能違っちゃうので、オープン NPI の性能が出なくて結局 PINPI が速いというケースは結構あります。でその理由はファーストタッチがないと、そういう理由もあったりするし、あと、まあ、まあ、工夫するとメモリ量や演算量を増やしても、スレッドレベルの並列性が増加できるんであれば、高スレッドの時に逆転してくるので、それで速くなるということがあります。あと最後ですけど、これは何を言ってるか、このアンローリングなどの高次元素スレッドを特化させるというのがあるんですけど、これは何を言ってるのかというと、これは NPI 化するとですね、ループ長が変わるんですね、このような形。一般的に1から N だったのが NPI の数でどんどん小さくなっていくんで、ここの最適化が変わるんですね、コンパイラーとかでも。なので、チューニングするスレッド、オープン NPI をしてスレッド並列化するときに、この内部の、ループ長が小さくなって、NPI によってループ長が小さくなったところも踏まえて、ちゃんと最適化しないとオープン NPI の効率が良くならないということが結構最近あります。で、それを考慮して、ちゃんとチューニングしないと、ハイブリッド NPI のオープン NPI の実行の効果が出ませんよってことがありますので、ここもまあ実は最近注意しないといけないことになってきている状況にあります。で、あとまあ余談なんですが、あとですね、まあ NPI をハイブリッド NPI の実行だけに限定しないんですけども、実は通信処理を早くすればいいやないかと思っている中身を見ると、実は通信よりもデータのコピー時間が大きいってことが意外にあったりします。で、ここを注意しないといけないことがあって、まあ、例えば領域分割で、なんか並列処理するときに、乗り代領域ですね、隣に送る領域のところのデータコピーと、あと書き戻し処理が絶対入ります。で、これは問題空間からの、送信用の領域にコピーするパッキングと言われる処理と、受け取った後、適切な領域に書き戻すアンパッキングという処理が入って、まあ、データのコピーですね、実際の。で、このコピー量が多い場合、すなわちこれはストロングスケーリングでいっぱいで並列実行した場合に顕著になりますけども、このコピー自体もオープン NPI 化しないと実は効率が悪くなることがあります。で、特に強スケージングなので、この部分のオープン NPI 化もちゃんとしておかないと全体で遅くなるということがあったりしますので注意です。ただしこれは問題サイズとかハードウェアによってはオープン NPI 化するとかえって遅くなることがあるので、これは実は逐次処理での方が早かったりするので、これ実はすごいチューニングポイントになったりするので、こういうところも気にかけないと、まあ、ハイブリッド NPI やオープン NPI 実行で、本当に実力を発揮するところが、実装ができないこともあるので、個別に注意必要があるというのが近年、まあ、特に起こっていることで、コメントしてあるで、まあ、起動法はさっき言いましたように、まあ、オープン NPI の実行と NPI の実行を組み合わせるだけですからいいんですが、一つ注意するところは CC ヌーマーの場合特になんですけども、 NPI のプロセスの割り当てを期待通りに物理ソケットに割り当てないと効果がないことがあります。T2K オープンスパコンの場合は4つのソケットがあって、それぞれソケット内に1個だけ NPI プロセスを割り当てないと期待した通りのハイブリッド実行にならないんですけど、何もしないで場合は OS がなんか1つのソケットに4つの NPI のプロセスを割り当て台無しになってしまうということがあります。で、そういう場合はですね、まあ、自分で、まあ、割り当てるコマンドっていうのが実は Linux にあって、 NUMACTL っていうコマンドを、まあ、使うと、1ソケットに1個の NPI プロセスっていうのを割り当てることができるんで、これも併用して使わないと、単にプログラムを作っただけじゃダメってことがあるんで注意してます。で、あとスパコン環境によってはどのプロセスをどの、ソケットっていうか
まあ、CPU、ソケットに割られているかっていうのが指定できる場合もあるので、これはまあ確認しておくと良いということになります。で、あとですね、まあ、これ自分でプログラム作る場合は今の言ったことはしないといけないんですけど、まあ、数値計算ライブラリーの中では、まあ、ハイブリッド MPI 実行をサポートしているものが、まあ、あります。まあ、特にですね、あの、まあ、3つ行列の、ライブラリでスケーラーパックってのがあるんですけど、これは、まあ、サポートしていて、スケーラーパック自体は、まあ、MPI 実行を当然サポートしているし、内部で LA パックっていうライブラリをさ、まあ、使っているんですが、LA パックはブラスを元に作られていて、ブラスは最終的にはスレッド実行をサポートしているので、そのブラスレベルでスレッド実行が、できるハイブリッド MPI を実行が可能になるというものです。でこれはあの普通に、まあ、どのスパコンでもこういうハイブリッド実行のスケーラーパックというのは使えることにはなっています。で使い方はですね、これも、まあ先ほどと同じなんですね、OpenMP の、実行数をまず指定した上で MPI を起動すれば、動くというふうになっていることが多いので、そういうふうに 使えます。ただし注意は、ブラスで利用するスレッド数が利用可能の数を超えてしまうと、まあ、動かないというのはまだいいんですが、動いたけど急に性能が遅くなるという例があるので、それを自分で検討して、スレッド数を決めないと、まあ、ダメですので、こういうことにちょっと注意してください。でですね、あと使い方自体にで、ブラスの並列化したものを使うというのはいいんですけど、ブラスでスレッド並列化したものは使うといいんですけど、問題レベルの並列性を考えるとですね、例えばブラスを呼び出す上位のループを並列化して、内部は逐次のブラスを呼んだ方が早いことがあります。これはあの一般的にスレッド並列化する、ブラスをスレッド並列化すると効率が悪くなってくるので、逐次に対して。なので、逐次で実行するものを使いつつ、問題レベルの並列性を 使った OpenMP の並列化をした方がいいと。例があるんで、これもまあ適用できるかどうかは問題次第なんですけども、あの むやみに、あの並列化されたブラスのものを使うんだけではなくて、自分で並列化して内部は逐次のブラスを使うって使い方もあることを覚えておいた方がいい例があります。まあ、例えばこれあの実例であるんですが、外になんかループがあって、中でなんか DGEM、ブラスを呼ぶんですけども、これはあの何も考えないと、この DGEM 自体がスレッド並列化したものを呼ぶという使い方をすることが、まあ、使い方を、まあ、できると。まあ、ただしです、このループに並列性がある場合は、自分で外に OpenMP の並列化をした上で、内部を逐次のブラスを呼ぶようです。これはだからコンパイラーのオプションで変えれるんで、逐次ブラスを呼ぶのか、スレッド並列化したブラスを呼ぶのかというのは変えれるんで、こういう使い方をするということが、こっちの方が早くなるということが、ありえます。でこれ実際、まあ、やった例があって、これもさっきの、T2K オープンスパコンの例なんですけども、処理自体はこれ高精度行列分析って、まあ、ちょっと特殊なんですけど、まあ、倍精度でかなり精度のいい方法、行列分析を行う方法があって、それにブラスを呼ぶ場合に、まあ、普通、まあ、アプリケーションサイドの人は、ブラス自体をスレッド並列化する使い方するしたんですけど、まあ、それは遅いということで、まあ、外のレベルの並列性を使って書き直す。で結果はどうなったかというと、こんな形で、横のこれ16スレッド、16コアありますが、横軸はまあスレッド数イコールコア数ですね。で縦軸は性能向上比で、ブラス内でスレッド並列化する場合に対するまあ速度向上。そうするとですね、まあ、個別にまあ16する、まあ、スレッドを使ったもので、まあ、内部は実際のブラスを呼ぶもの、方がブラス単体を全部スレッド実行するものより大体まあ 3.7 倍ぐらい速くなったりしますので、まあ、こういう使い方をすると速くなるということができます。でこちらもまあこういう事例がある人は考えた方がいいということになります。であとですね、まあ、ハイブリッド実行できますから、これはスケーラーパックとか3つ行列ライブラリを使う人は、比較的容易に実行できるんで、まあ、いろんな環境で今できると思うんですけど、まあ、やってみた例というものを、ここで紹介しますが、これは、まあ日立 SR16000 という、まあ、スパコンですね。これは IBM Power7 ベースで、1ノードあたり4ソケット、で1ソケットあたり8コアで合計32コア、まあ、あるものですね。でこれ SMT 実行ができるんで、まあ、理論的に1ノードで64論理スレッドまで、まあ、利用できるような環境があって、まあ、それでハイブリッド実行をしてみると。で、ライブラリ自体、ブラスのライブラリ自体は、まあ、ESSL ライブラリというのがあるんで、これをまあ使ってるだけですね。
で、これ実際やってみたのがこれで、ちょっと横軸これ、まあ分かりにくい表記になっているんですが、この P×T になっていて、P はこれエンペアプロセス数ですね。で、T はスレッド数になっているので、この P624T1 っていうのが、ピュアエンペア実行での性能ですね。で、P32T2 っていうのは、これ1ノード内で、2つ、エンペアのプロセスを起動して、まあ、あとは、それぞれ32のプロセスで実行したものというような形で、まあ、いろいろこうパラメータを振らして、性能をまあ測定してみたものがこれです。で、まあ、この環境の場合は、ピュアピュア実行は、この、上ほどこれギガフロップスで書いてるんで、高速なんです。902ギガフロップスだったのが、このパラメータを振らすだけで、まあ、5% ぐらい速くなって、947ギガフロップスぐらい出るんで、これはあの実行形態を変えるだけなんで、コストはないものなんですけど、5% ぐらいそれで速くなれば嬉しいということです。で、かつこれ2ノードなんで、もうちょっとノード数が増えてくると、もっと顕著な差が出てくると予想されます。なので、こういうライブラリを使う場合も、ハイブリッド MPI 実行を考慮して、こういうふうにチューニングしていくということが、有効な場合がありますので、まあ、覚えておいていただけるといいと思います。で、あと、ここは、さっき言ってますけども、まあ、結構注意しないといけないのは、コンパイラーの最適化の影響で、MPI 化もしくは、OpenMPI 化するときも生じるんですけど、ループの構造を逐次から何か変更することになります。変更というのは、先ほどの iStart、iEnd っていうような形で、ループ小を縮小するとかですね、その、構造を変えることになるんで、その変えたこと自体がコンパイラーの最適化を阻害して、非常に遅い構造を生成することになってしまって、MPI 化もしくは、特に起こるのは OpenMPI 化の際の、速度向上、速度低下の原因になってしまう。で結果として代数効果の向上を制限してしまうという例があるので注意してください。でよく起こるのはループ変数に待機変数を記載するとコンパイラーの最適化を阻害することがあります。でこれは注意した方がよくて、特に、MPI 化するときのランクとかが実はあの待機変数になっている場合があってそれをそのまま書いてしまうとコンパイラーの最適化を阻害して遅くなるというケースがありました。でこれは多分知らない場合は知らないで遅く使っていることになるんですけどあるので注意した方がいいです。まあこういうことですね。これはフォートランでも C でも MyID っていうのが待機変数になっていてこれがランク番号が入っていると先ほどの並列化するとこんな風に書くんですけどもこれ自体がもうすでにコンパイラーの最適化を阻害しているっていうことですね。何もしないと1から N とか書いてるだけなんでまあ普通にループだなと思ってすごい速いルーチンを吐くんですけどこれやった瞬間にこれコンパイラーが何やってるか分からなくなって、すごいあの最適化しなくなることがあります。で、これどうしたらいいのかっていうか、まあ、簡単なことで、MyID っていうのを、まあ、一回上の方で宣言したローカルな変数にして、書き直す。さっき言った iEnd、iStart、iEnd みたいなのをローカル宣言して書き直すだけで、速くなることがあったりしますんで、まあ、ここはちょっと注意しておいた方がいい事例でもある。で、大体いい時間になりましたけど、汎用的な話、汎用的っていうか大雑把な話をしましたけど、ハイブリッド MPI プログラミングのまとめとしては、ノード数が増えるほどピュア MPI 実行に対する効果が増加、していくことが、まあ、予想されて、まあ、経験的には 1000MPI プロセスを超えてくると、まあ、徐々にハイブリッド MPI 実行が有効になると。これはアプリケーション以上なので、これ1000というのが絶対数ではないんですけども、まあ、感覚的にはそんなところがあります。で現状では、ピュア MPI よりも、まあ、多くて 2,3 倍ぐらい速くなるという感じなんですが、おそらくエクサに向けて10万並列とか100万並列に行くと、まあ、10倍桁が変わってくるんじゃないかと思われますので、皆さん今、ハイブリッドの、実装をされている、タイミングになっていると。であとノード値の問題サイズが小さいほど一般的には、まあ、通信が顕著になってきますからハイブリッド MPI 実行の効果が、まあ、絶大になっていくはずで、当然ながら弱スケーリングより強スケーリングを適用するアプリケーションの方がハイブリッド MPI 実行の効果があるということが言えます。でこういうアプリケーションの人は、ハイブリッド実行をされていくとよりいいと言えます。はい、まあ、大体こんな形なんですが、まあ、教科書とかのまあ問題としては、こういうものがありますので、興味のある方は、スパコンをお持ちの環境等がある方は、いろんな実行のスタイルとかありますので、自分でいろいろ調べてみると、
先ほどの簡単な行列式とかもいろいろ、性能差が出てくるので、面白いかと思います。はい、じゃあ、話的にはここで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。